ということで、最近みんな何見てんのイエーイ、緊急で動画撮ってます。さあ、先日スケベイトイレ界隈でとある衝撃的なニュースが流れましたと。それがファンメイド作品では超絶有名なスパイダーランヌさんのスケベデインベンジョンのシリーズが打ち切りになると。他にもいろんなクリエイターさんがファンメイド作品を打ち切りにしていってて、今ちょっとね、スケベデイトイレ界隈がかなりざわついてんのよ。ただ不可解なのが、この打ち切りに関して明確な理由を発してる人が誰もおらんくて、ネット上でいろんな憶測が飛び交ってんねんけど、私の個人的な見解では、ダファックさんがこのグッズ化に向けていろいろね、こう大手のおもちゃ会社とライセンス締結をしたりとかで、ちょっと著作権が厳しくなってきてんのかなと思ってんのよ。そうなってくると、今ファンメイド作品の中でもトップを走ってる他の作品とかも、今後もしかしたら打ち切りになる可能性もあるっちゅうことで、1回でこのタイミングで私フルフルのチャンネルで今後どの作品を見ていくかっていうのをもう一回整理していきたいと思いやす。今フルフルのチャンネルを見てくれてるみんなもね、どのファンメイド作品を見てるかっちゅうのも知りたいので、ぜひとも皆様この動画のコメント欄に自分がどの作品を見てるかっていうのも書いていってください。今チャンネル登録者30万人目出してるので、スケベディトイレが好きな方はチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。ほら行こうか。プルフル公式スタンプ発売中、みんな買ってくれよな。じゃあまず1本目は、まあこれはもうスケベディトイレの始まりですよ。ダファックブームさんのチャンネルね、みんなも見てるよな。チャンネル登録者4390万人、エグすぎ。言うても去年1年前の2月に始まってんで、再生数もいっちゃん直近のやつ77はパート3、これ4日前やのに1668万再生、やばすぎるやろ。ダワックさんいくら儲けてはんのよ。だからこんなん言うたらあかんな。1話1話毎回めちゃめちゃおもろいもんな。いろんな考察要素があったり、いろんな新キャラが登場したりとか、ダワックブーさんは当然これからも見ていきます。しかも噂によると、今年の10月からダファックブームさんの公式のフィギュアがこれからどんどん発売されていくちゅうことで、おもちゃ関係もね、結構積極的に購入しては紹介っていうのをやっていきたいと思っております。はい、次の作品ももう絶対追いかけます。ドームスタジオさんのクロックマンシリーズだよね。スキビディトイレマルチバースっていうことで、まあドームさんの作品ももう天才的におもろいよな。このキャラクター一体一体の登場シーンとか描き方がめちゃめちゃうまいよな。このシーンでこのキャラが来てほしいみたいなところにバチンとはめてくれるから、やっぱ男心がもうくすぐられて半端ないと。もう一個ね、フィギュアみたいな可愛さがあるのがドムさんの作品だよな。だからさ、ドムさんのシリーズのキャラでおもちゃとかいっぱい出してほしいねんけど、まあそこも著作権とかいろいろあるやろね。ドムさんのクロックマンシリーズで言うと、この作品自体は50話で終了して、その後映画として公開されて全てが完結すると。ドムさんも私最高に大好きですので、絶対に追いかけていきます。はい、じゃあ次はビル・ラインさんのスケベデウォーズやねんけど、何気に私フルフルのチャンネルでは本家の次に見てる期間が長い作品なんよ。これちょっと要相談なのよ。どう？みんなスケベデウォーズ最近追いかけてる？公開される頻度がかなり間空き始めたっていうのもあって、離れていってる人が多いんかなっていう印象なんよ。私的にもね、正直もうなんやろ、キャラクターがいっぱい出すぎてるからかな。最初見てた当初に比べると熱量下がってるとこはあんのよ。まあ、突然見るのやめるっていうことはないねんけど、これはね、ぜひみんなの意見を聞かせていただきたい。要相談っていうところでございますと。はい、じゃあ次はこの7つのマルチバース作品の中では一番新しいにもかかわらず、とんでもない勢いでグイグイ人気が出てるモンスターアップさんのゾンビユニバースやね。ゾンビユニバースはやっぱおもろい。何がいいかって、やっぱいろんなマルチバースからタイタンキャラが出てくるから、見てて飽きひんね。次々と展開が変わっていくからめちゃめちゃおもろいよな。やっぱ再生数もすごい。このタイカメ先輩がな、バコーン登場したところとかもめっちゃかっこよかったしな。ただ最近1個ね、この打ち切り続出の流れの中でモンスターアップさんも気になるところがあって、もう1個のサブチャンネルの方で、今まではスケベデトイレの日常っていうのをやっててんけど、新しく完全全に新たなオリジナルストーリーを作り始めるっていうのを公言されたんよ。それが前も紹介してんけど、この SCP スクワットっていう SCP が物語になった作品やと。で、これ私見た時に打ち切り続出の流れになんか関係してんのかなって思ったんよ。もしかしたらモンスターアップさんのゾンビユニバースも今後著作権の関係で終了せざるを得ないみたいな事態になった時に、モンスターアップさんが新たに用意した作品がこの SCP スクワットなんちゃうかなと思ってんのよ。いや、頼むからゾンビユニバースは終わってほしくないねんけどな。はい、でもね、とりあえずゾンビユニバースは今後も続く限りずっと見ていきたいと思います。じゃあ、とりあえずこれが今現状私が追いかけてる7つのマルチバースのうちの作品のラストになるんやけど、ノースケルクラッチさんのスケビリマルチバース、もう3ヶ月前の更新を最後に途絶えてます。どうしたノースケルクラッチさん、生きてますか？いや、どうしたもんかね。まあもう正直ね、ここまで間空くとちょっと熱量みたいなもうどうしても下がってくるやんか。でも突然ポッと最新話来たりするから、まあ、なんとも言われへんねんけど、つい最新話出たらまた見たいとは思うねんけど、ちょっとここも要相談っていう感じですね。はい、じゃあこっからはね、私が見てない作品2つになるんやけど、行きましょう。スパイダーラウンドさんのスキビリインベンジョンですよ。スキビリインベンジョン自体は終わるけど、イフストーリーとかは作っていくみたいなんよ。で、もう一個、完全オリジナルシリーズっていうのを始めるということで、ザ・インベンジョンシリーズっていうね、スパイダーラウンドさんっていうと、イフストーリーの面白さもやばいんよ。だからまあ、個人的にはちょっとイフストーリーに力入れてくれるんやったら、それはそれで嬉しいっていうね。まあ、スキビリインベンジョンは終了しますけれども、作品は見ていきたいなというところでございます。じゃあ、これが7つの有名なマルチバース作品の中のラス1なんやけど、マッチセリーさんのスキビリサーガー。これだけはね、私も全く情報を持ってないのよ。どう？みんな見てるんかな？アニメーションとリアルな体が複合された特殊なストーリーにはなってるみたいやねんけど、今んとこ打ち切りとかそういう話は出てないっていうことでいいんかな。まあちょっとここはみんなのコメントも見ながら考えていきたいと思いやす。はい、ってことで、スキビリトイレ作品整理していこう企画以上でございやす。ということで、いかがでしたでしょうか？スキビリトイレ界隈不穏な空気漂っておりますけれどもね、本家スキビリトイレが続く限りは、このチャンネルも生き続けますのでね、ずっと追いかけていきたいところでございます。はい、ぜひね、冒頭でも言いましたけれども、今、みんなはどのファンメイド作品を見てるのかっていうのをコメント欄に書いていただければ、非常に嬉しく思います。それをね、参考にして、今後のこのチャンネルの方向性も考えていきたいと思いますので、ぜひ最後まで見てくださった皆様、チャンネル登録、これからもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ほな、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね、チャンネル登録してね。 Thank you.